ルーンの神の意向もいずれ剥がされる時が来よう。まあまあ剥がれてますけどね、だいぶ。ルーナジアの王よ、その時が来たら心して真実と向き合うことだ。また出会うぞ。なるほどな。こうやってまた繰り返すんだろうな。オーロラも半分神だからな、死ぬことはないってわけだ。どうだね、やっぱ新エンディングはルーンの神滅ぼす方なのかな。どうなんでしょうね。またエンディアンもオーロラについていくのかな。確かにルーンの神は人々に限りなく勇気を与え何してんのティム。同時に多くの血を流させたかもしれない。そうだね。だがそれは多くの人間たちがルーンの神を盲信するあまり、己の肉体に脈々と受け継がれた血の絆を見失ってしまったがためなのだ。そうだな、ブリガンダインなんてものを盲信するがゆえの。オーロラ、我がグスタフ一族は違う。グスタフの血族の下にルーンがあり、そうだそうだ、その下にこの大地ルーナジアがある。シン可愛いな、はべらすな。我らグスタフの血がその美しき輝きを失うことさえなければ、ルーンの神ルーナジアもまたその美しさを享受することができるだろう。まあうまいこと利用していけと。おい、上皇陛下であらせられるぞ。膝上にはべらすな。輝、美しい、なんて美しい上皇と皇帝なんだ。まあなんか科学技術とかも使い方だっていうからな。ルーンの神は太古の昔から聖なる大地ルーナジアに惜しみなくマナのシャワーを降り注いできた。それはある意味恩恵でもあるし、人間という生き物がマナの力で知力を磨き繁栄に努めることを願ってな。要は使い方次第ってことだな、これもな。人間たちの中でも特にマナの力を浴びた者はやがてグループを率いるようになり、種族を形成し国を作るようになったわけじゃ。なるほどね。だがのう、マナの人間に与える力は果てることがない。それで増長して戦ったりするとよくないよ。人間たちはやがてマナの力に突き動かされるように、好むと好まざるとにかかわらずさらなる高みを目指すことになった。なるほどな。それは他の民族他の国家を侵略し征服するという野望に突き進むことでもあったのじゃ。うん、グスタファが最後統一してよかったね。果たしてそれがルーンの神の意図したものであったか、それとも神の意志とは離れて人間が神の力に乗じて暴走した結果であったか。その真実を語れる者はいない。まああんな神ですからね。だが今そこまで考えてたのか。大陸統一を果たした王がその歩みを振り返ってみれば、それはまごうことなく人間が人間の力で選び取った道であり、うん、そしてルーナジアの未来へと続く道だった。そうですね。まあ、こっからはティムとシンの頑張り次第ってところでしょうね。おー、終わった。いやー、なるほどというエンディングでしたね。いやー、にしても気になるなー、もう一個のルート。まあまあこういうね、神が気まぐれに与えたのか何なのか分かりませんが、マナの力によって人間は繁栄したけど、それによって戦いも生まれたというね。まあまさに今の世でもね、科学技術なんかはよくそう言いますよね。戦争によって科学技術は一番発展したけども、まあ、それによってやっぱ血が流れるわけですからね。
まあ要は使い方次第というわけですな。だからルーンの神を征伐したところで、どうせまたそれに代わる何かしらなんかね、生まれてきそうな気がしますよね。その科学技術か何なのかわかりませんけど、何かしら人間がまたそういう力を手に入れたら結局は相争うわけでしょう。それだったらなんか根本的な解決になるのかってちょっとわかりませんが、ただ一回ルーンの神は殺したいね。一旦な、一旦ルーンの神はちょっとやらせていただいて、ちょっと気になりますわ。もう一個のルート。すげえな、騎士の数。騎士の数と生産の数すげえな。いや、まだ見てない名前いっぱいあるもんね。めちゃめちゃある。他の国も気になるな。これは遊び応えがありますぞ、皆さん。とりあえずこれ終わったら、速攻でちょっとあのルーの神に縛いていきましょう。やっぱグスターナーでよかったんじゃないかな、最初の国。ブリガンダイン持ってない国だから、最初にやるのどうかな、みたいな思ってましたけど。なんかね、いろいろと、こう、第三者的視点で見るというか、あ、グスタファはグスタファでね、すごい、意志がある国ではありましたけど、他の国が滑稽に見えてくるというね。何ブリガンダインなんて信じちゃってんのみたいな。ああいう連中がね、ブリガンダインみたいな信じちゃってる連中が、マラの力に踊らされてる連中ってわけだよ。だキムとシンだったら、うまいことね、ルーナジア大陸を収められるんじゃねえのかと。安心できるこの血族ね。一族の結束。まだ俺、ハザルフおじさんあたりちょっと疑ってるけどね。王位狙ってんじゃねえかみたいな。まだちょっと疑ってるけども、ブリガンダインに頼らずとも大陸は統一できるんだというね、そういうことですよ。最後シンがなんか完全に人形みたいになっちゃってたけど、あれ大丈夫なのかな。完全に膝の上乗っちゃってましたけど、まだシンは普通に動いてるよね。である意味シンが主人公って感じもあったな、シン・グスタフ。マナの歪みでもね、シン様が大体引っ張っていってましたからね。祭り上げられてるわ。この辺のシンの過去もね、なんだかんだで、ね、気になるところですよ。なんか怪しげな魔導士集団出てきましたからね。他の国やんないと見えてこないストーリーもいっぱいあるだろうしな。まあどういう目的で戦ってたのか。我々ずっとね、あ、川根さん、前作のね。我々ずっとブリガンダイン持ってる国をバカにしてきましたけど、ブリガンダイン持ってくる、持ってる連中を持ってる連中で、なんかしらね。あ、殿堂入りですか。ルービーのピスタチオ芋焼酎。なんかしらの理由があるだろうからね。エルザ・ジルニトラ・スルスミ。最後死んだ連中も入ってるかな、ちゃんと。あ、入ってた、よかった。日本酒がなくなっちゃいましたか。あ、カンベイもな。カンベイ最後ね、ちょっと何もできなかったですけど。あんな範囲バシーンってやられたらな。あ、アルスンとか戦い参加してなくても。あ、やべえ、編成じゃちゃんとしときゃよかった。最後適当にバーって外しちゃった。錬成。マラの歪みでめちゃめちゃ活躍したから、錬成は。意外な活躍。いいわね。まあ、ネタ要因。今はちょっとネタ要因と化してしまいました。マナの歪みで。マティアス。マティアスは待ちます。レベル順かな、多分。ここおばさんね。どうやらレベル順のようですね。生ハムもいるな。あ、じゃあなんか、ジャンキーとか生き返らして編成に入れといてあげればよかったね。ハザラフおじさん。まあ、おじさんおばさんはね、よかったですね。いいキャラしてます。シルビー。一番可愛いわ。シルビーとレオノラがな。あ、ジャズもな。ジャズは声がいい。見た目もさることながら。声がいいわ。気合入ってるしな。レオノラは可愛い。貴重なメガネっ子ですしね。パイスラね。服ちゃんと着てるっていう。あ、もっと 服ちゃんと着てる人いたわ。サイミです。結局その顔を見ることはなかったですけど。一番ちゃんと服着てる女、サイメリス。誰だお前は。帰ってくれ。
生き延びた顔、安堵の顔をするな。お前も誰だ。あ、タリアさん、お久しぶりです。これも全員紹介してくるんだ。イオアナ、イオアナも頑張ってたけどね、もうちょい及ばずって感じでしたかね。バジェラね、まあ、この辺は特に話すことないですね。フィンラルか、アップルボンバーン。フィンラルもね、もうちょい活躍させる予定だったんですが、なかなか後半からまくるのはちょっと難しかったね。ローレンツォ先生、あ、ノルね、最後はイオアナと結ばれたんでしょうかね。私は許しませんけど。アルグステス、臭いやつね。ガスパー結局レベル12か。いずれ俺ガスパーをレベルマックスまで育てるみたいな、なんかやりてえな。ジャーキー復活してあげられなかったのがちょっと心残り。おー、戦歴見れるんだ。お、おー、取ってってる。おー、まずはそうね、ルビーのを滅ぼして、まあ順調でしたね。序盤の頃特に危なげなくこの辺はガンガン取っていってましたね。あれ、忍びが調子乗り出した頃だ。これが大体2方面3方面作戦取り出して割とポンポンポンといったのかな。うん、順調ですね。おお、3つ一気にいって、でこの辺からルドに苦しめられ始めたのか。一回でこれ取り返されてね、ハドロフおじさん負けて取り返されつつもルドに復讐渡して、で最後ルドを打ち滅ぼしたと。なるほどね。いやー、熱い戦いだったな。最後はミレルバで終了で統一したわけですね。あ、でデスバレーと。いやー、46勝3敗結構負けてるっていうね。お、戦歴の保存、これまたセーブデータと別に保存してくれるんだ。おー、親切。刻まれるわけですね。あ、これルーンの紙だったのか。こいつ鳩飛んでる。伝説は語り継がれる、人の思う限りいつまでも。こうしてまた時は繰り返すんですかね。チャレンジモード、異世界の章、これはやりたいよ。ああ、なるほどな。いやー、まあちょっと待ってくださいちょっと待ってください。ルーンの髪縛いてくるわ。さあ、戻ってきましたね。オーロラを先ほど倒してしまいましたが、今度はこの憎きオーロラをいじめた憎きルーンの髪をぶっ倒してやりましょう。え、ルーン神の加護を失うため過酷な戦いとなるであろう。こっちの方が厳しいんだ。オーロラとエンドレアンが味方になるのに。なるほど、さっきのがぬるかったわけだ。それはやりがいがありそうですね。やらせていただきましょう。まあ、確かにルーンの神味方になったらそんなにだったけど、敵だったら強いのかもしれないわ。範囲めっちゃ広いしな。でも敵一体だけでしょ。そんな恐れることないんじゃない。あ、結局神様はやられるのか。バシーン、その時電撃走る。その時ルーンの神の怒りの一撃がシングスタッフの上に落ちた。神様、神様、怒りの一撃が落ちてるから、やっぱそうなるのか。神様、うん、ティムよ、わしは綺麗できません。なんですって。え、ルーン神がもう乗り移ってるのか。あ、操られちゃう。この娘の言う通りじゃ、ルーンの神がわしを支配しようとしている。いや、シンさん頑張ろう無理だ、切れねえ俺には。そんなアルス、なんとかしてくれ。見ろ、これがルーンの神がやってきたことなのさ。文字通りマリオネットになっちまう。お前にとって一番大切な存在に乗り移り、
そしてお前を意のままに操ろうとする。やっぱ神様が一番大切な存在。そうだよね。ここでジンジャーとかではないわけだ。早くしろ。わしが、ティム、この娘を切れと言い出す前に、それは決してわしの真意では。これがルーンの神のやり方ですか。やっぱり悪いのはルーンの神だったな。ああ、完全に乗っ取られちゃう。この女を殺せ。神様、もしかしてハードモードな、過酷な戦いとなるであろうって言ってたけど、神様持ってかれんじゃないか、ひょっとして。次の瞬間、神の化身となったシーンは悪霊のごとくオーロラに襲いかかった。だが、ティム、おお、それよりも早くティムの剣がマリオネットを真っ二つに。シングスタフ様、どうなっちまうんだよ。よく切れたな。でもシンが命令してたってもあるんだろうな。わしを切れって言ってたから切れたんだろう。二つに割られたマリオネットは乾いた音を立てて転がった。そこにはもはやシングスタフの気配を嗅ぎ取ることはできなかった。じゃあどうすんの俺。シングスタッフ様編成で組み込んであるのに、ジンジャーと二人じゃ勝てませんよ。あ、泣いてるし。神様、ティム自ら剣を振らなくてはいけないとは、なんてことさせてくれるんだよ。ティムはマナストーンを強く、まさか。お兄様、マナストーンがノーザリオ、正義、ガイムールに誇り、神秘に自由、マナサリージアに高潔、そしてミレルバに死が。でもそれ各国の連中が勝手に作った意味付けでしょ。意味あんのか。その国はブリガンダインに守られ、そうだな、同時に操られてきた。そうだ、戦わされてきたわけだ。だが我らグスタフ一族、ブリガンダイン、マナストーンなどもともと無用だったのだ。そうか、我々血族で固まっている我々にとってはマナのカゴなどもういらねえぞと。ルーンの神、今そなたは神様を支配し、その魂消し去った。そうだな、これグスタフの血族に対する愚弄であるぞ。我らグスタフ一族にとって決してしてはならないことをしたのだ。そうだ、神がどのような力を持っていようと許されることではない。このティム・グスタフ、そなたを断じて許さん。ティム、でもシーンはティムが手にしたマナストーンを天に向かって投げ放つと、それはみるみるうちに渦巻きの中に飲み込まれ強く光った。すると神の怒りを表すように天から凄まじい轟音が響いた。覚悟はいいようだな、ルーナジアの王よ。でもシングスタフ様、行くぞオーロラ。行くけどシンは、2部隊、2部隊ですか。デスバレーの戦い、これは過酷な戦い。マジかよ、シン死んじゃうのかよ。いや、ティムはめちゃくちゃかっこよかったけど、これは絶対シン連れてくるの見越してこうなってるよな。じゃあ2部隊でやるしかねえってことだよ。これで行くしかねえよ。マジかよ。まあまあでもな、エンドレアいるしな、オーロラもいるし、どうなっちまうのこれ。まあ、とにかくビームに巻き込まれねえように。はい、マナストーンが、おいおい、そういうことする。ルドいるじゃん。神を知れ、お前が生んだ悲しみをその身に刻むがいい。おい、ルド出すの反則だって。
クションエンドレアやれ、全部やれ。ルドー、ルドー出ない、ルドー。なんだと、聞いてねえのか。周りのやつら倒さねえといけねえんだな。じゃあ忌々しい。あの子の怒りをぶつけるにはあの孤尺な偶像を蹴散らす必要がありそうだ。孤尺な偶像だよ。どうやら騎士たちの力を借りる時のようだね。ほう、このオーロラの力をお前たちにも分け与える。あ、なんかバフかけてくれんのかな。おお、なんだなんだ。おお、どういう効果。攻撃効くようになった。それだけ。さあルーナジアの王よ、存分に力を振るうがいい。いやー、厳しい戦いだ。ルーンの神よ、どうやらこのグスタフ一族を大きく見くびっていたようだな。今こそ我ら血族の足元にひれ伏すがいい。そうだな、神ひれ伏させようぜ。はあ、そうなっちまうとはな。いや普通に周り固めんじゃねえよ。いきなりなんかやってくんのか。あ、次撃つよってことね。これ一旦かかるやつな。エンドレアン、やっちまえやっちまえ。やらない。エンドレアンブレスに、おっ、ワープ。ちょっと待ってくれ、こいつ見してくれ。高血のグループ、おいおいおい、レベル30だって。神への忠誠、偶像が戦場にいる場合ルーンの消しのダメージ1体につき 20% 軽減。なるほど、1体倒したら一応 20% 通るようになるのか。全部倒せば 100% 通ると。あるよ、あるじゃん。神に抗う者を裁くために生み出された魂を持たない区別、その総法は高潔なる高みを求め戦った法王と瓜二つである。ちょっと待って、レベル30ってことはやべえな。うわー、タリアとルビーノとか最初レベル低かったんだけど、レベル30になってるのはやばい。魔法障壁持ち、あ、なんかしかもクラスチェンジしてるこいつ。グランドフィナーレ、うわー、進化すなー、ここにいたって。クラスチェンジしてますがな。技はさっきと同じか。ちょっとオーロラにくっついていくか。いかんでも、ちょっとあんまルドを恐れすぎるな。トラウマになりすぎている、ルドが。で、この2部隊で勝ち手は相当厳しいと思うけど、で、シンが死ぬって、絶対グスタファやってたらさ、シンは連れてくるよね。2部隊で制圧するのが多分、正しいエンディングだよ、これは。楽しみや、いきなり言ってくるのか。ゆるいわー。でこっちのビームはさ、効かないわけでしょ、あいつらを倒さないことには。レジスト、めんどくせえ。だる、こいつら。そういうことできちゃうのか。オーロラ頑張れ。いや、サガンコよし、しっぽり強いからな。移動不能、これはでかいぞ。いいよいいよいいよ。あ、弱い、弱いぞ。273。我が軍勢の結束を見よ。さほど強くね。やっぱ本物には及ばないってことか。いけるわ。反撃受けたくないんで、こっから火吐いてガンファイヤー。よっしゃ、さっさと倒しといた方がいいよな、こいつ。その身で味わうがいい。さあ、言ったらしいんだよお前。お前が出てくるだけで嫌なんだよ。さらなる高みを目指す。よし、一発殴っとけ、ジルちゃん。当たるよね。よし、ゲイ、避けろよ。当たるか、なしゃないしゃない。よくやってるよ、よくやってるけど、シン様が連れてたのが馬2匹回復要因なんだよね。こっちの回復要因が少なすぎる。シンバ来たか。まあ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 、やみち、よしよし、よく避けた。ジルちゃんのやつ当てろ。いいねいいねいいね。あ、刺して強くねえな、この偶像は。危ねえ。いや、所詮ルビーなんてそんなもん。
ルービーナ所詮そんなもんだよ。よし、いけるぞ。いや、なんかせん、なんかせん。次ブレスか。次ブレスな、まあ、20% は通るからな。次ブレス打つまでに 2,3 体倒しときたいね。皆の者、エンドレアンの放つ攻撃から距離を取り陣形を整えよう。よし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 、 2,3 ミケ倒しときゃ。オロラ、いけるいける。やつがんこ、よしよし、やれるやれる。さあティムどうする、頼むよティム。怪物スラッシュ 92% 当たる。あー、ティム、ティム、ティム、勘弁してくれ本当に。おい、どっちが本物のルビーとか決めようぜ。 86% 86% か。当たるよお前、お前が本物だもんな。よしよし、あー気絶強え、こいつ気絶かよ。 OK、 ちょっとルビーのやりに行こう。ジルちゃんはかなりキプシしてるけど、これはしゃあなし。あー間違えた、レイン出しちゃった。そっちじゃねえよ、やーべ、やっちゃったな、連打してしまいました。まあまあこっちをとりあえず止めてしまって、おい、オッケーオッケー。まあ偶像が大して強くないっていうのが、多分なんか装備とかが外れてるからかな。なんかほんまこれ強いんだよ、これが強い。毎ターンこれ食らうのしんどいわ。ホーリーワード、お前偶像とかしてもなお、まだホーリーワード愛してんのか。嬉しいけど、僕としてはね。ドクター、やーべえ、ジルちゃんが死んじまう、当てろ。よしよし、ナイスクリティカル。ルビーナやられそうだな、ジルニトラ。よけろ、当たっちゃうか、ジルニトラ。マル、めちゃめちゃ頑張ったわ。この怒りと悲しみを耳に、消え去るがいい。ジルちゃんがほぼほぼ倒してるもん。いけ、エンドレアン。2匹はやったから 40% 取るな。400、ディフェンススキル。え、ああ、そういうことね。ディフェンススキルで表現される。お前どこ行くんだよ。あ、まあでも神のあれ食らわない方がいいのか。でそっちにでも食らうのは食らうのか。いやー、なんかできる近くで支えてほしかったけど。ほら、もうちょい頑張れよ、全然食らってないじゃん。よしよし、いいね、オッケーオッケー。ベノムで落つと、よし、ルビーの歯、堅実に行こうか。冷静になった、堅実に行こう。安エビフロストでやってしまって、痛めつけてあげる。じゃあタリア、オッケー。さあどっちが本物のエルザか決めようか。 49% お前が真のエルザなら当たるはずだ。当たれ、そういうこと、そういうことよ。こっちが本物のエルザだからな。まあまあ、まだまだ回復できる。さらにブレスビームね。これ 100% 盗塁になったとはいえ、エンドレーンがもう一発1000かましてくんないとな。なかなかオーロラやれ、なんか移動してくれんのね。攻撃しろ。移動後の攻撃できませんか。まあとにかくこいつはもう反撃技がないので、さっきのエンドレーンと同じだよね。もう神罰を食らう覚悟で近寄ってぶん殴るしかないわけよ。殴っていこう。くらえ！バン！オーロラにだけ神罰撃て。オーロラを狙え。トラキの矢。そっちね。よし、まあ、これで一旦消費か。まだ大丈夫だな、エンドラやな。よし。あ、まただ！うぜぇ！うざすぎる。やむことなく現れるのか。マジで？手を止めるな。攻撃し続けろ。いやー、しんど。マジかよ。